この部屋の向こう側で夜の声が聞こえる。この扉さえ開ければきっと僕は聞こえちゃう。協力者に対しては賞金が出ます。これを英語で言いなさい。得票までには結果がわかるはずだ。彼は末裔に7年間住んでいた。彼は末裔に7年間住んでいた。まだお茶がいりますか？あいつの多言は無限の類いだ。父は身を粉にして昼も夜も働いた。大多数がその法案に反対投票した。なんと素晴らしい機会だろう。今回は特別な行事なんです。あなたの牧場は何エーカーありますか？
一足より育ち。北海道は日本の北に位置しています。キャリーは思いやりに欠けている。フランス語の発音極めたい。友達を選ぶときは冷静に。標本はいくつですか？青山さんは養う家族が多い。教育委員会が学校を管理している。さあ、夕飯を食べて。春はまだ浅かった。梅雨が始まった。風が収まった。風が収まった。父は海軍にいた。太陽は明るく照っている。社長さんの写真と色は。伊豆きよければ魚津にまず。老後に向けて貯金して、老後に向けて貯金している。雪、また会えて嬉しいわ。雪、また会えて嬉しいわ。雪、社長は大臣に袖の下を使った。今年は失業者数が記録的になるだろう。それを航空便で送ってください。金貨があります。どれくらいで会議は始まりますか？ハラハラするような小説を読んだ。雪、また会えて嬉しいわ。もう、泣きたいよ。どのくらいで治りますか？明日は待ちに待った給料日だ。うわっ！うわっ！うわっ！
則は遵守すべきだ。ナオトは外見が父親に似てる。国家試験に合格おめでとう。上野の桜は今が見頃だ。久しい。